ミトコンドリア、ミトコンドリア、マイトーカーアンドリアン、複数形、ミトコンドリアは、真核生物の細胞小器官である。二重の生体膜からなり、独自の DNA、ミトコンドリア DNA イコールマトドナを持ち、分裂、増殖する。マトドナは ATP 合成以外の生命現象にも、関与するほか、酸素呼吸、後期呼吸の場として知られている。また、 細胞のアポトーシスにおいても重要な役割を担っている。マトドナと、その遺伝子産物は一部が細胞表面にも極在し、その突然変異は自然免疫系が特異的に排除する。人においては肝臓、腎臓、筋肉、脳などの代謝の活発な細胞に数百、数千個のミトコンドリアが存在し、細胞質の約40%を占めている。 平均では1細胞中に300から400個のミトコンドリアが存在し、全身で体重の10%を占めている。ヤヌスグリーンによって青緑色に染色される。単語、マイトーカンドリアンはギリシャ語のイトとカリウに由来し、そこからミトコンドリアを主流体と呼ぶこともある。ミトコンドリアはほとんど全ての真核生物の細胞に含まれる細胞小器官である。 直径は0.5マイクロメートル程度であるが、形状は生物や細胞の置かれている条件によって多様である。球形、円筒形のものから紐状あるいは網目状のものまであり、長さが10マイクロメートルに達するものも珍しくない。1細胞あたりの数は1つに維持されている細胞もあるが、多い場合では数千個のミトコンドリアが絶えず分裂と、 融合を繰り返しているものもある。ミトコンドリアは外膜と内膜という2枚の脂質膜に囲まれており、内膜に囲まれた内側をマトリックス、内膜と外膜に挟まれた空間を膜間空と呼んでいる。内膜はマトリックスに向かって貫入し、繰りして量と呼ばれる特徴的な構造となる。外膜の生、科学的な組成は細胞膜と同様にタンパク質と、 ン脂質の重量比がおよそ1、1となっている。外膜には、ポリンという膜タンパク質が大量にあり、分子量5000以下の分子が自由に透過できるような、チャンネルを形成している。これより、大きなタンパク質は自由に出入りすることはなく、ペプチド配列中に移行シグナルが存在している、場合に飲み放出側から取り込まれる。外膜の進化的起源は、 深核生物の細胞内膜系だと考えられ、現在でも小胞体胃膜と物理的に関係して、カルシウムシグナルの伝達や脂質の交換を行っている。膜間空は、ミトコンドリアの外膜と内膜に挟まれた空間で、あるが、外膜が低分子を自由に透過させる性質であるため、イオンや糖などの素性は、細胞質と同等になっている。その一方で、 タンパク質の組成は、細胞質とは異なっており、外膜が破壊されて、膜間空に存在する、タンパク質、シトクロム C など、が細胞質へと漏れ出すと、アポトーシスが引き起こされる。内膜は、ミトコンドリアの機能的アイデンティティを担っており、酸化的リン酸化に関わる、呼吸差複合体などの酵素群が、規則的に配列している。外膜とは、 対照的に基本的には不等性で、内外で物質を輸送するためには、それぞれの物質に対して特異的な輸送体が必要となる。呼吸差複合体は内膜をまたぐように、プロトン勾配を形成し、それによって生じる膜デニーが、物質輸送や ATP 合成に関与している。その他マトリックスへのタンパク質輸送装置や、ミトコンドリアの分裂、融合に関わる。 タンパク質群などが存在し、ミトコンドリアを構成する全タンパク質のおよそ2割150以上が含まれている。タンパク質と臨脂質の重量比は3、1ほどである。内膜の進化的起源は強制細菌の細胞膜を由来としており、内膜に特徴的な臨脂質カルジオリピンの存在がその詳細と考えられている。一般的に内膜は内側へ向かって貫入し、 クリステと呼ばれる構造を作る。これによって内膜の表面積、ひいては ATP5 性能の増大に寄与している。外膜と内膜の表面積の比は、細胞の ATP 需要と相関しており、肝臓では5倍ほど、筋細胞ではさらに大きな値となっている。クリステの形状は生物によって様々であり、平板状、肝状、断線状、などが知られている。 多細胞動物や陸上植物では、ミトコンドリアの長軸に直行する平板状をしており、教科書などを通じて広く知られている形状である。しかしこれはむしろ特殊なものであり、深化生物全体を見渡すと、感情のものが一般的である。内膜に囲まれた内側がマトリックスであり、トカカイロ、クレブスカイロ、クエン酸カイロやベータ酸化などミトコンドリアの 代謝機能に関わる酵素群が数多く存在している。ここにはマトドナが含まれており、ミトコンドリア独自の遺伝情報が保持されている。その遺伝子発現を担うために、リボソーム、トレナ、転写因子や翻訳因子なども存在している。ミトコンドリア全タンパク質の6から7割が存在しており、非常にタンパク質濃度の高い区画となっている。 ミトコンドリアの主要な機能は電子伝達系による酸化的リン酸化による ATP の酸性、ADP のリン酸化である。細胞の様々な活動に必要なエネルギーのほとんどは直接あるいは間接的にミトコンドリアから ATP の形で供給される。しかしそれ以外にも多様な機能を持っており、ステロイドやヘムの合成などを含む様々な代謝、カルシウムや 鉄の細胞内濃度の調節、細胞周期やアポトーシスの調節などにも大きく関わっているとれる。ただしすべてのミトコンドリアが蒸気の機能を担っているわけではなく、あるものはある特定の細胞でのみ機能している。こうした様々な機能には多数の遺伝子が関わっており、それらに変異が自然免疫で排除されないとミトコンドリア病を引き起こすことになる。 ATP 酸性はミトコンドリアの主たる機能であって、これに関わる多くのタンパク質が内膜やマトリックスに存在している。細胞質には解凍系があり、クルコースを代謝することでピルビン酸となお生じる。もし酸素が十分に存在しない場合には、解凍系の産物は嫌気呼吸により代謝される。しかしミトコンドリアで酸素を用いて、これらを酸化する。 後期呼吸を行うことで、嫌気呼吸と比べてはるかに効率よく ATP を得ることができる。嫌気性分解では1分子のグルコースから2分子の ATP しか得られなかったのが、ミトコンドリアによる好気症分解によって、1分子のグルコースから38分子の ATP が合成できるようになった。ピルビン酸だけでなく、脂肪酸を利用することもできる。 植物のミトコンドリアは酸素がなくともアショウ酸を利用してある程度の ATP 酸性が可能である。すべての生物で解凍系はその反応が細胞質基質で起こる。これは解凍系が細胞内小器官が発生する以前から存在する最も原始的な代謝系であることを反映しているのだろう。深刻生物では解糖系で得られた物質、 ピルビン酸となどをとか回路や電子伝達系の反応が起こるミトコンドリアに輸送し、後期呼吸を行う。細胞質の解糖系で生成されたピルビン酸は、ピルビン酸とも輸送体、ピルビン酸 H により、細胞質からミトコンドリアへ輸送される。同じく細胞質で生成されたなどは、リンゴ酸アスパラギン酸シャトルにより、ミトコンドリアへ実質的に輸送される。また、 ADP は ATP、AT ADP トランスポーターにより細胞質からミトコンドリアへ輸される。なお、頬、O、CO、NH に限ってミトコンドリア内膜を通過することができる。アセチル COA は後期性細胞呼吸の第2段階目であるピルビン酸がピルビン酸でヒドロゲナーゼ複合体により脱炭酸して生成する。この酵素反応は ミトコンドリアのマトリックスで起こる。ここで生成したアセチル COA は、クエン酸回路に参加する。回答系で生じたピルビン酸は内膜を、濃度輸送によって透過し、マトリックスで酸化され、補酵素 A と結合し、二酸化炭素、アセチル COA などを生じる。アセチル COA は、クエン酸回路へ入る機質である。クエン酸回路の酵素群は、ほとんどが、 マトリックスに存在しているが、琥珀酸でヒドロゲナーゼ、指機能だけは、例外で、内膜の呼吸差複合体合いとなっている。クエン酸回路は、アセチル COA を酸化して二酸化炭素を生じ、その過程で三分子のなどと一分子ファット、一分子の GTP を生成する。二酸化炭素は、ミトコンドリア外に排出される。クエン酸サイクルでは、サイクルの一回転ごとに、 すべての中間体、例えば、クエン酸、イソクエン酸、アルファ、ケトグルタル酸、コハク酸、フマル酸、リンゴ酸及び、オキサロサク酸が再生される。したがって、ミトコンドリアに、これらの中間体のいずれかを追加して加えることは、追加された量がクエン酸サイクル内に保持され、中間体の一つが、他方に変換されて、順次増加することを意味する。 したがって、それらの中間体のいずれか一つをクエン酸サイクルに加えることは、補充反応、アナプレロティック反応効果を示し、中間体のいずれかの除去は消費反応、カタプレロティック反応効果を示す。これらの補充反応及び消費反応は、クエン酸サイクルの回転で、アセチル COA と結合して、クエン酸を形成するために利用可能な、オキサロサク酸の量を増加。 または減少させる。この回転量がミトコンドリアによる ATP 製造量と細胞への ATP の提供量の増減を左右することとなる。などやファットの持つ還元力は内膜にある電子伝達系で数段階を経て酸素に渡される。これら高エネルギー分子はマトリックスのとか回路からだけでなく細胞質の解糖系からも生じる。細胞質で生じた。 還元糖量は、マロン酸アスパラギン酸対抗輸送系や、リン酸グリセロールシャトル系を通じて、電子伝達系に供給される。内膜の電子伝達系には、シトクローム C 還元酵素、シトクローム C 酸化酵素が存在しており、プロトン H を膜管空へ組み出す。この過程は、非常に効率的だが、不十分な反応により、活性酸素子を生じてしまうことがある。 活性酸素活性酸素と人体の関係参照のこと。これがいわゆる酸化ストレスで、ミトコンドリアの機能低下や老化に関与していると考えられている。グルコーストランスポーターであるグラット持を介して、デヒドロアスコルビン酸がミトコンドリアに輸送され、その後、ビタミン C に還元され、活性酸素によるフリーラジカルの大部分が生成される場所あるミトコンドリアに蓄積される。 アスコルビン酸、ビタミン C はミトコンドリアのゲノムと膜を保護する。プロトンが膜管区へ組み出されることにより、内膜の内外でプロトン濃度の差、電気化学的勾配が生じる。組み出されたプロトンは ATP 合成酵素を通じてマトリックスへ戻ることができ、この時にそのポテンシャルを使って ADP と無機リン酸から ATP を生成する。 生成された ATP は ATP、AT ADP トランスポーターにより、ミトコンドリアから細胞質へ輸送され細胞の活動エネルギー源になる。この原理を化学浸透説と呼び、ピーター・ミッチェルが最初に唱えその功績によって1978年にノーベル科学賞を受賞した ATP 合成酵素の反応機構を明らかにした。 ポール・ボイヤーとジョン・ E ・ウォーカーには1997年にノーベル化学賞を授与された。ミトコンドリアにおける脂肪酸の輸送については、β 酸化脂肪酸の動員及び β 酸化、脂肪酸の活性化とミトコンドリア内への輸送を参照のこと。ミトコンドリアにおける β 酸化については、β 酸化、β 酸化反応及び酵素群を参照のこと。 ミトコンドリアのマトリックスで生成されたアセチル COA は常日のようにクエン酸回路でエネルギーに変換れる。側近繊維はミトコンドリアが少なく、グリコーゲンが比較的多いので白く見え、糖分解により乳酸ができやすい。乳酸正式位置から上の運動強度では、側近繊維が多く使われるようになる。地近繊維や新筋はミトコンドリアが多いので赤く見え、 乳酸を作るよりは乳酸を外から取り込んでエネルギー源として使っている。運動強度が低い場合はチキン繊維が主として働いている。つまり、側近繊維のグリコーゲンが乳酸を介してチキン繊維や心菌のミトコンドリアで使われている。このように乳酸の代謝では細胞膜を通過して他の細胞に乳酸が輸送される必要がある。この乳酸の輸送は 乳酸だけではなく、ピルビン酸などの輸送にも関わることから、モノカルボン酸の輸送単体、マノカーバーキシレイトトランポ、MCT と呼ばれている。ある条件下では、膜関空のプロトンは ATP 合成に関与することなく、促進拡散によって、マトリックスに戻ることがある。これは、プロトンのリークとか、ミトコンドリアの脱協約と呼ばれ、蓄積されていた、電気化学ポテンシャルは、 熱として解放されることになる。サーモジェニンをはじめとする一群のプロトンチャネルが媒介しており、ヒフルエ熱酸性に関わっている。サーモジェニンは弱霊や冬眠中の哺乳類に見られる褐色死亡組織のミトコンドリアに存在している。DNA 損傷などのストレスは、アポトーシス誘導分子 P53 やアポトーシスを 調節する b c l 2ファミリータンパク質を介して、ミトコンドリアのマクデニーを変化させ、その結果、ミトコンドリアからシトクロム C が漏出し、アポトーシスへとつながる。シトクロム C は、細胞質に存在するアポーフ -1 やカスパーゼ -9 と結合して、アポトソーム、アポトソームと呼ばれる集合体を形成する。これによって活性化されたカスパーゼ -9 が、 下流のエフェクターを活性化してゆく。細胞中のカルシウム濃度は様々な機構によって制御されており、細胞中の情報伝達に重要な役割を果たしている。ミトコンドリアは一過的なカルシウム貯蔵能があり、細胞におけるカルシウム濃度の向上性に貢献している。ミトコンドリアは迅速にカルシウムを取り込むことができ、それを後々放出することで、 カルシウム濃度の干渉作用を果たしている。カルシウムの貯蔵場所としては、小胞体が最も顕著であり、この点に関して小胞体とミトコンドリアは強調している。カルシウムは内膜になるカルシウム輸送体により、マトリックスへ取り込まれる。これは、ミトコンドリアの膜電位に依存している。逆に、カルシウムの放出は、ナトリウムカルシウム対抗輸送か。 もしくはカルシウム依存性カルシウム放出系によって行われる。これによってセカンドメッセンジャー系が起動され、神経伝達物質やホルモンの放出が行われる。ミトコンドリア中には DNA が存在しており、ここに細胞核のものとは異なる独自の遺伝情報を持っている。通常は GC 含量が低く、基本的なゲノムのサイズは数十キロバイト程度の DNA であり、 電子伝達系に関わるタンパク質、リボソーム RNA やトレナなど数十種類の遺伝子がある。しかし DNA 分子の大きさや形状、高度されている遺伝子の数や種類などは生物によって大きく異なる。人を含む脊椎動物のマトドナは深化生物の中ではかなり特殊な性質を多く持っており、研究はよく進んでいるものの安易な一般化は、 慎まなければならない。最も小さなマトドナを持つ生物は、アピコンプレックスモンの原虫で、大きさわずか6キロバイトの線上ゲノムである。電子伝達系に関わる3つのタンパク質遺伝子と断片化されたリボソーム RNA 遺伝子群のみが存在している。逆に最も大きなマトドナは、マスクメロンの持つ2400キロビットという巨大なゲノムである。ただし遺伝子数は、 比較的多いものの百弱に過ぎず、大量の反復配列やグループにイントロンなどの非遺伝子領域が大部分を占める。人を含む多細胞動物の的ナはいずれも比較的に通っており、大きさ16キロバイト前後の単一の環状 DNA で構成されている。遺伝子は37あり、その内訳は呼吸差複合体と ATP 合成酵素のサブユニットが13。 トレナが22、長2となっている。遺伝子地図などでは、マトドナが感情に表現されることが多い。しかし物理的に感情のマトドナを持つ生物はごく一部に限られ、多くの生物では、感情の基本構造からトイレットペーパーを引き出すかように連続的に複製されており、その結果マトドナの大部分は基本単位が何度も繰り返す、線上反復構造になっている。 また少数派ではあるが、常に、戦場のミトコンドリアを持つ生物も存在している。ミトコンドリアゲノムは、アルファープロテオバクテリアから受け継がれたものであり、その遺伝子発現は、細菌と共通した特徴を持っている。複数の遺伝子がまとめて転写され、それが、遺伝子ごとに切断され、ポリアデニル化されて成熟、mRNA となること、翻訳の開始に、 ホルミルカメチオニンが利用されること、細胞核に存在するようなスプライ素装具型のイントロンが存在しないことなどが挙げられる。ミトコンドリアの遺伝暗号表は、細胞核や一般の幻覚生物で利用されている普遍暗号表と比べて若干の差がある。顕著な例として、通常では収支コドンであるはずのウガがトリプトファンを高度ている場合が多いことが挙げられるが、 例外も多く様々な生物で少しずつ異なる暗号表を用いているというのが実態である。またミトコンドリアではしばしば RNA 編集が行われる。例えば高等植物のミトコンドリアでは DNA 配列上の CGG が mRNA ではアグと編集されてトリプトファンをコードするという例が知られる。ミトコンドリアの機能に関わる全ての遺伝子が ミトコンドリアゲノムに存在しているわけではない。ミトコンドリアゲノムは最近のゲノムと比べると遺伝子数が極端に減少しており、一方で大多数の遺伝子は細胞核に高度され遺伝子産物がミトコンドリアへと輸送される。これは進化の過程で遺伝子が細胞核へ移動したからだと考えられている。こうした現象は比較的よくあった出来事だと考えられ、 マイトソームなどのようにすべての DNA を完全に失ったようなミトコンドリアも存在している。一方、原生生物のレクリノモナスは他の生物では細胞核から輸送されているようなタンパク質がマトドナ、に存在しており、比較的原始的なミトコンドリアゲノムを未だに保っていると考えられている。ミトコンドリアには呼吸機能に関与する素水性のタンパク質があり、 これらをミトコンドリアの内部で作らざるを得ないのがミトコンドリアに遺伝子が残っている理由の一つとなっている。一つのミトコンドリアには2から10コピーの DNA 分子が存在する。そのすべてが完全に同じ情報を持つわけではなく複数の異質の DNA 分子を含んでいることが確認されている。ミトコンドリアは高規性細菌で リケッチアに近いアルファープロテオバクテリアが、深核細胞に強制することによって獲得されたと、考えられている。リン・マーギュリスの細胞内強制説では、単に高気象バクテリアが起源とされていたが、その後すぐの1970年代には、すでに、ミトコンドリアの起源が現在でいう、アルファープロテオバクテリアだという意見が出ている。脱窒細菌パラコカスディーナイトリフィキンスや、 暗書後期条件で培養した、公色光合成細菌のデオバクタースフェロードは、呼吸差の構成や阻害剤への応答が、ミトコンドリアのものと類似しており、特にシトクロム C が、ミトコンドリアのものと互換性を持つ点が注目された。細胞核 DNA にコードされているシトクロム C だけでなく、マトドナにコードされているリボソーム RNA の配列を使った系統解析でも、 アルファープロテオバクテリア起源であることが示され、1980年代にはミトコンドリアのアルファープロテオバクテリア起源は受け入れられるようになった。ただし、初期の解析では、高等植物ミトコンドリアのリボソーム RNA の配列が他のミトコンドリアの配列と比べて進化的距離が非常に小さかったため、ミトコンドリアの起源は単独ではなく、 高等植物のミトコンドリアは新たに獲得されたものだという意見もあった。こうした意見は現在では否定され、真核生物のミトコンドリアの起源は単一であるとされている。アルファアプロテオバクテリアは非常に多様な細菌を含む分類群であり、その中でどのような細菌がミトコンドリアの起源となったかについては長く議論が続いている。 初期には前日の通り脱窒細菌や光合成細菌が起源だと考えられていたが、シャペロニン HSP60 を用いた系統解析によりリケッチアが最も禁煙であると示されてからは、これが有利季節となった。リケッチアは細胞内規制体であることとか回路を持ち後期呼吸ができるが、回答系を持たないこと、細胞膜に ADP、 ATP 輸送体を持っていること、ゲノムが小さく AT 含量が高いことなど、ミトコンドリアと共通した特徴を持っている。1998年に発信地フスリケッチアのゲノムが解読され、祖先的とされるリクライノモナズアメリカーナのミトコンドリアゲノムと共通している遺伝子や配置順が保存された遺伝子群などが見出され解析されている。 その多くはミトコンドリアがリケッチアに近縁であるという仮説を指示するものであったが ADP、ATP 輸送体については予想に反して期限をことにしていることが示されている。20世紀末から21世紀初頭にかけて世界中の海洋には自由生活性で浮遊性の最近ペラジバクター、暫定的にキャンディディチャスパラジバクターユビークと、 命名されているが存在していることが明らかなった。ペラジバクターはリケッチアメの中でも最も祖先的な位置から派生する生物であり、ミトコンドリアの起源をペラジバクターとその他一般的なリケッチアとの間に求めることができる。アメーバに似た原生生物であるペロミクサや微シム虫などいくつかの原生生物はミトコンドリアを持っていない。これを ミトコンドリアが共生する以前の深刻生物の生き残りと見る説が、アーケズアカ説が後に否定されている。蒸気のようなミトコンドリアの特徴は動物、植物、菌類にほぼ共通であるが、それ以外の原生動物では若干異なった形のものがある。特にクリステの形についてははっきりと異なったものがある。 一般のミトコンドリアでは内膜がだのように折れ曲がり、クリステは平坦な板のような形をしている。しかし、粘菌類の場合、クリステは内膜から内部へと放射状に入り込む管の形で、管の表面に ATP 合成酵素の手段が並んでいる。また、内部の中央に DNA を含んだ塊があって、ミトコンドリア核と呼ばれる。 このような感情のクリステを持つミトコンドリアは、センモウムシやピコンプレックス類、アメーバ類、クロララクニオン草類などの原生生物からも知られる。また、緑シ類とトリパノソウまではクリステは内輪型になっていることも知られている。これらのミトコンドリアは、細長くて枝分かれをして細胞内に広がっている。トリパノソウまでは、鞭毛の基部に、 キネトプラストと呼ばれる袋状の構造が知られており、その中の下流には DNA が含まれているが、これはミトコンドリアの一部である。1955年、オットー・アルブルクは体細胞が長期間低酸素状態にさらされると、呼吸障害を引き起こし、通常酸素濃度環境下に戻しても、大半の細胞が変性やエシを起こし、ごく一部の細胞が酸素呼吸に変わる。 エネルギー生成経路を更新させて生存する細胞が癌が細胞となる説を発表した。酸素呼吸よりも発酵イコール解糖系によるエネルギー酸性に依存するものは、加藤動物体性器の未熟な細胞が一般的であり、体細胞が酸素呼吸によらず発酵に依存することで細胞が退化し、癌細胞が発生するとしている。 ガンの発生とマトドナの突然変異の関与は古くから指摘されてきた。その理由は特定の発ガン性化学物質が DNA よりもマトドナに結合しやすいこと、ガン組織のマトドナは正常組織よりも高い割合で左変異が蓄積していたことが観察されたことによる。しかし、母性遺伝する癌の存在が確認されていないことや DNA の影響を排除しマトドナ単独での癌への 影響を検証する手法が確立されてないことなどが、証明の障害になっていた。ところで、2008年筑波大学の林淳一らが、がんの転移能獲得という悪性化に、ミトコンドリアが関与していることを、マウス肺がん細胞の細胞質移植による、細胞雑種の比較により、マトドナの特殊な病原性突然変異によって、がん細胞の転移能獲得の原因になることを発見し、 人の癌細胞株でもマトドナの突然変異が癌が細胞の転移脳を誘導し得ることを明らかにし、少なくともマトドナが ATP 合成以外の生命現象にも関与することを明らかにした。また、林らによるとマトドナの突然変異には活性酸素種の介在が重要であり、ロスを除去すれば転移脳の抑制が可能ではないかとしている。 ガンの転移脳の,の獲得メカニズムは複雑であり、様々な要因が考えられるのでこれはその要因の一つに過ぎない。ミトコンドリアの DNA は母親のマトドナを引き継ぐ、同種交配の場合卵子に入った精子のミトコンドリアが選択的に排除されてしまうからことを根拠に、原生人類の起源の地が探られた。世界中に分布する人からマトドナを調べて、 現在の分布地図から、現世人類の起源と、その移動について推察する作業から、大昔のアフリカのある女性が、今の人類のすべてのミトコンドリアについての、母親であるとの仮説が発表された。なお、その他の遺伝情報について全てこの女性に、由来するということではないし、無論全人類の起源が一人の女性にあるわけでも、ない。この女性は、 キリスト教徒の宗教的説話からミトコンドリアイブと呼ばれている。なお、実験的に意思交配させた受精卵では、生死由来のミトコンドリアを排除するプロセスが失敗する場合がある。1995年に第2回日本ホラー小説大賞を受賞したセナヒデアキのパラサイトイブはミトコンドリアの強制起源説及び 人類進化におけるミトコンドリアへ仏説に基づき、現在のミトコンドリアは細胞の支配下にあるが、もしもそれが反乱を起こしたならば、という過程の物語で話題を呼び、映画やゲーム化も行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。